人の男性医師が見つけた病院での異変。あの人、どうしたんだろう。彼が駆けつけると、そこには驚きの光景が。小さな命に懸命に向き合った医師たち。一体、病院で何があったのでしょうか。トルコ、イスタンブールの病院。救急医として働くハリルさんは、今から4年ほど前に驚きの場面に遭遇しました。彼は当時、病院の出入り口で一人の男性がしゃがみ込んでいる姿を目撃しました。どうしたのかな？周囲にいた人たちもその姿を見ていて、何やら心配そうな表情だったそうです。ハリルさんは小走りで男性の近くに行ってみると、男性の目の前には一匹の白い猫が横たわっていたのです。どうしたんですか？この猫が扉に挟まってしまって。どうやら出入り口の回転扉で男性が外に出ようとしたと同時に、外から猫が入ってきたのです。猫が挟まれたのは男性がドアを押した時で、彼が気づいた時には猫の首あたりが挟まっていました。事情を聞いたハリルさんは、猫の状態を確かめてみると、息もほとんどしておらず、ぐったりしていたのです。ですが彼は、心配そうにしている男性に優しく声をかけました。大丈夫ですよ。こちらで絶対に助けますから。と言うと、急いで猫を救急処置室に運んだのです。処置室に運ばれてきた猫に、他のスタッフは何事かと驚いていたそうですが、すぐに状況を把握。ここは人間の病院ですが、ハリルさんたちにとってどんな命でも救いたいという気持ちは変わりません。頑張れ、頑張れ。彼らは瀕死状態の猫に酸素を送り、心臓マッサージを施すこと数分。すると、なんと奇跡的に息を吹き返したのです。やったー、よく頑張ったね。この瞬間、ハリルさんたちは思わず歓声を上げ、みんな笑顔だったと話します。その後、ハリルさんは知り合いの獣医師から今後の治療についてアドバイスをもらって様子を見ることに。また猫は奇跡的な回復をしたということで、ミラクルと名付けられ、ハリルさんが引き取ることになりました。きっと自分を救ってくれた人が家族になって、ミラクルはとっても嬉しかったことでしょう。現在のミラクルはすっかり元気を取り戻し、ハリルさん家族と幸せな暮らしを送っています。今までに何人もの命を救ってきたハリルさんですが、今回のようなことは初めてだったそうです。それでもあの時、ハリルさんが助けなければ、現在のミラクルはいなかったかもしれません。奇跡的な生還を遂げたミラクルには、少しでも長生きしてほしいですね。ミラクル、助かってよかった。さすがはお医者さんだね。猫相手でも迷いがない。もしあの時、動物病院を探して運んでいたら、手遅れだったかもしれないよね。回転扉には、もう近づけないかな。ご視聴いただき、ありがとうございました。